今日も大変。呼んでみましょう。まずは川野音谷シヤーン。はいどうもこんにちは。おはようございます。いや今日寒いですけど ね日曜日は本当に寒かった、ね、あのちょっと冷たい雨がね、雨も降ってましたよね。もう本当に底見えのような激しいだったんですけど、そうそうそう、あの日ちょうどね、なんか久々に短編映画のね、うん、撮影をやって、撮影でじゃあ表にいたの？いたんですよ。俺もね、実はね CM 撮りでね表にいたのよ。あ、それでね、よりによって一番寒い日でね、そうそう、もうね、たまんなかった。あの、僕らはそこにも増してですね、うん、サッカーの審判役でね、うん、短パンに半袖、うん、短パンに半袖、ええ、それやだね。これがもうブル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 震えて、もうなんで雪にならないのかなっていうぐらい。でも、でも2人ともその後懐が温まるからいいじゃないですか。そういう問題じゃないよね。ギャラ安いのにね。でテレビさんは懐が温まるからいいじゃないですか。そうですよ、ね、CM はいいですよ。そういう問題じゃないんだよ。でも懐あったまるでしょ。いや、それは多少はね、もう単価も結構なんか、もうなんか住宅ローン全部返せる。それね、なんでそんな話になるんだよ、お前。5000万ですか。どうしてそういうさ、ふざけたことばっかり言ってんだよ。そんなお金じゃ、そんな半端なお金じゃないでしょ。こういう話でいい加減なことやれると、ちゃんとその筋の人が聞いてたりするから、1本やめてね。え、あ、そうですか。やめてね、お願いします。いいな。いやいや、同じ気温でギャラこんなに違う。違わない違わない。ほとんどどんぐりの背比べ。いやいやいや、それで何、それはどういう形でいつ見れるの？あ、これはですね、ちょっと今何ですかね、ある影監督というですね、今新進系の監督がですね、美女館っていう、映画を撮って、これ DVD 発売になるって言って、それでちょっとまあ尺が短いので、プラスアルファなんかおまけをやろうかっていうことで呼んでもらって、ああ、そうなんだ。まあそれちょっと発売になんか詳しい記述わからないんですけど、またお伝えできる時があると思います。はっきりしたらね。見るから教えてね。わかりました。よろしくお願いします。今日はもうお助けマンでスペシャルリーグ2日目でね。今日は気合入ってるよ。今日はですね、もうスタッフがね、はい、今日これはもう大成功したらもう大変な面白さだけど、失敗の可能性もあるかなっていうね。いやいや、あのね、カノちゃんにはさ、前元やるまんスタッフ、今ご機嫌20までのスタッフの本次ね、おいおい、本次とのコンビで SM アナウンサーやってもらったでしょ。ああ、やりました。でアナウンサー役のカノちゃんがマゾで、ディレクター役の本次が佐渡っていうパターンでね、まあやってもらったんだけど、で、まあ、カーノちゃんのマゾ役が非常にハマってて、ね、で今日はそのカーノちゃんのマゾっぷりをね、再びたっぷり見せてもらう。アンコール。でもちろんこの方とのコンビで、さっきまだ俺は番組始まる頃まだスタジオにいたんだよ。本次。本次ゆかさん。本次ゆか。こんにちは、テレビさん。無駄な笑顔は。はい、カーノちゃん、今日本次さん素敵なパールのネックレスやしてるでしょ。あ、本当だ本当だ。いや、本次はね、普段会うとね、とてもこういうね、お助けマンの行動はね、お嬢様です。想像できないんだよ。ラジオショッピングで手に入れたような。これ偽物です。偽物なの。はい、あ、偽物なの。はい、まだ若いから似合うやね。え、ちょっと待って、ちょっと待って。今日そのさ、パールはなんか孤独的なことなの？いや、全然そんなことなくて、いや、黒で寂しいかなと思って。あ、はい、カーノちゃん心配してるのよ。なんかね、ちょっと先読みたくない。大丈夫、カーノちゃんに埋め込んだりしないから大丈夫。埋め込むわけねえだろ、こんなに埋め込まれた。でも偽物なの。200円ぐらい。今日はね、この SM カップってね、買い物してもらうから。で、カーノちゃんはもちろんマゾの彼氏役で、本日はやっぱり女王様の彼女役なのよ。女王様。で、カーノちゃんは S の彼女本日に買い物の仕方についていろいろとね、お叱りとか調教を受けてる感じ、受けて感じる、もう感じまくるというね、設定。まあ叱られると喜ぶわけよ。で、調教されると喜ぶわけよ。ね、M だから。野外プレイ。ああ、もうそう。だから本日ね、じゃあ小道具の今日はね、本当はムチにしようかなと思ったんだけど、はい、ムチだとあまりにもひどいんでね、はい、輪ゴムに変えたから。あ、わかりました。うん、輪ゴム受け取って、はい、忍ばせておいてくれるとか。あ、はい、わかりました。で、買い物中にね、はい、チンベルが鳴ったら、はい、本日は S 字で、カーノちゃんは調教し始めるから。はい、わかりました。本日だけど、昔のさ、学生仲間がさ、はい、お前の行動を聞いたりなんかして、なんか言われたことない？え、何も。
え、ない、ないです。気づかれてない？仲間はラジオ聞いてないのかしら。ああ、そうか。みんな、はい、あれだな。あのさ、本日さ、はい、まあ、テレビさんの指示にさ、はけはき答えのやめてくれる？あ、そうですよね。とにかく、あの、チンベルが鳴ったら、本日は S 城だからね。はい、で、彼女は調教と。ホッケに入れたらゴムって派手な音がしそうですよね。で、あの、チンベルが鳴るまでは、二人は仲良しカップルだから。あ、ベタベタしてる。ベタベタして、ダーリン、ハニーなんていう感じでね。いや、ダーリン、ハニー。そうそう、それで呼び合ってくれる。それで、チンベルが鳴ったら、お前、それから女王様と。呼び方が変わるから。女王様。うん。途端にね、それまでは、あの、カーノちゃんはハニーなんだけど、女王様になっちゃう。え？え、もう腕組んだり何かして。うん、本日はダーリンがお前になっちゃうみたいな。じゃあ行ってみようかな。仲良く会話のスタートなんでニヤニヤ笑ってんだ、お前。それは笑うだろう。あ、まず。本日さんが笑ってるね。本日は笑うよね。じゃあ、今、あ、恋人気分ですね。いいね。腕組んでね。腕組んでる。あ、あ、じゃあ、あ、なんか、お店の前に、うん、みかんがいっぱい積まれてるのが見えてきました。八百屋さんだね、やっぱり。八百屋さん、果物屋さんか、八百屋さんだね。先生、いきますかね。おなじみだね。ああ、緊張すんな、なんか。ああ、ワクワクするね。あいつもいい人だったら、あ、お母さんと働いてますね、60。仲良くね。仲いいんだ。すごい仲いいんだ。ダーリーファイン。よしよし。窓にしてないやつ見たのかな。古いよね、パターンとしてはね。あ、みかんいい色だね。みかん、うん、みかんじゃなくて柿が好き。柿がいいのか。、うん、甘えてる甘えてる。あんなものが地に近いよね。何、ダーリン柿買って。あ、これいつもやってそうですよね。柿って時期が、今だって柿が旬じゃない。だって昨日も食べてもうなくなっちゃったから柿が食べたい。アドリブ聞くね、こいつ。何、食いすぎだって、柿ばっかり。じゃあイチゴ。イチゴ、イチゴが食べたいな。イチゴパン、じゃあイチゴ買う。イチゴ買う。そろそろ、じゃあ指示出そうかな。ほのか、何にしようか。じゃあ一箱買っちゃおうか。じゃあ本日もたもた買い物してる川野ちゃんをね、言葉攻めで叱って、でビンタだからね。で川野ちゃんはその言葉に感じてビンタに喜ぶと。へえ。いちご買う。いちごか、ねえ、これ佐賀さんですか。佐賀のほのかか、いちご。はいはいはい。はあ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 。うん、ね、早く買おうよ。なるほどね。土地乙女さ、怒ってきた、怒ってきたぞ。どっちのイチゴの方が評判的には。どっちでもいいじゃん、買おうよ。どっちがいい。じゃあ、どっちがいい。ほらほら、あ、じゃあ、うん、もうちょっと早く決めてよ。どっちがいいの。何、あなた、何、イチゴも買えないの。お前だぞ、お前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 、こっち、こっち、こっち買って早く。いや、でもさ、佐賀の方が粒が大きい。じゃあ佐賀でもいいから買ってよ、早く。ああ、じゃあこっちにする。あんた何、だんだん変化してきた。え、何、もうちょっとしっかりしなさいよ。何、お仕置きが必要なわけ。ここでじゃあいいわよ。しっかりしなさい。あら、すいません。うまい、うまい。本日もう変化のなんか3段階に変化していくとこが過ぎたね。ほんと女優ですよね。彼女ちゃん、佐賀のほのかを一つ。うん、彼女ちゃん少し今喜んでる。一つじゃなくて二つ、佐賀の、佐賀のほのかを二つください。はい。これ、あ、こっちにしようか。まだ少々なんですね。はい、お願いします。はい。はい。あ、でもやっぱり柿が食べたい。柿も食べたいのか、かわいい。本日はかわいい。じゃあ柿買う。一応元に戻ってもらうかな。元に戻ろう。元に戻っていいよ。仲良しのカップルだからね。ダーリーハニーね。柿買っちゃうか。じゃあこれ冬柿。え、あ、冬柿。こっち、こっち。あ、こっち。うん。手前の方だ。手前の方だ。高い方がいい。高い方がいい。高い方がいい。ハニー、いつも400円と480円って絶対480円の方を選ぶんだね。高い方が美味しいじゃん。あ、じゃあ冬柿をください。山、これ大体5個か6個ずつ、うん、6個、はい、もう早く決めてよ、あなた。もう何やってんの。じゃあまだ変化しちゃっていいよ、今まだ仲良しでね、まだ仲良しだよ、どうしようかな。本日来ないとね、今ね。とてもいいし。まだちょっと。バナナとか。メリハリつけたいから、ね、今仲良し。バナナ嫌い。あ、そうなんだ。うん、バナナ嫌い。大嫌い。バナナ嫌いなんだ。ハニーはバナナ嫌い。
どうして？え、バナナ、あ、そうだ、今度嫌いなものをカーノちゃんに買わせないとな。みかんとかいいの？じゃあバナナ買いましょう。みかんもや、人参買わせようか。はいはい、柿もとかを。バナナ買わせようか。よし、バナナ買わせよう。でも、あ、いや、買おう。うん、買っちゃい、買っちゃい。お母さん、バナナを。え、なんでバナナ買うの？食べたい。バナナ嫌いなんだから。もう嫌いなバナナ買っちゃったカーノちゃん、言葉攻めで叱って、輪ゴムでパチンと弾くから。ね。で、カーノちゃん、その言葉に感じて、輪ゴムでパチンと弾かれて喜ぶ。行こう。うん、どういう。ちょっと、なんでバナナ買うの？私が嫌いって知ってても。だって、もう、何やってんのよ、あなた。柿が食べたいって言ったじゃない。じゃあ、あ、すいません、あのバナナじゃなくて柿にしてください。柿をもう一山買います。はい、お願いします。柿を足します。はい、あ、ベタベタに戻って。うん、ベタ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 ね。ああ、柿も柿12個も買っちゃったよ。じゃあ他は野菜は。そうだよ、デザートばっかり買ってたってさ。そうそう、晩ご飯買いに来たんだからさ。いいじゃない、好きなもの買ったら。まあまあいいんだよ、いいんだよ、いいんだけど。じゃあ今晩何する？今、白菜ってどれぐらい？白菜？うん、白菜今高いって噂じゃん。うん、でも今ほら、じゃあ鍋にしよう。鍋にしようか。鍋にしよう。いろいろカムちゃんいっぱい買ってね。この後ね。あと大根でしょ。大根、大根。それから、カゴ？カゴね、大根。はい。じゃあ大根お願いします。鍋、大根と、じゃあ人参、人参。あとキノコ類。人参なんで鍋に入れるの？人参鍋いいじゃん。人参なんて入ってるの食べたことない私。アドリブで名言つけてる。よし、本日あのね、今度ね、たくさん買いすぎる川野ちゃんを言葉攻めで叱って、ハイヒール舐めさせよう。大根もそんないっぱい買ったらどうするの？だって大根いろいろ使うんだって、すったりとかもできるじゃんか。鍋に大根だけでいいの、あなた。いや、だから、いや。もっと考えてから買いなさいよ。白菜も買います。白菜も買います。白菜この4分の1カットでいい？白菜、白菜もじゃ買う。いいですか、白菜。はい。白菜と大根だけじゃダメ。ほら、もたもたしないでさっさと買ってよ。これから行くとこいっぱいあるんだから。キノコ類、お仕置きしてほしいんだな。しいたけおいしいですか？あ、えのき、えのき。あなた、お仕置きをしてほしいの？もう、私のハイヒール舐めなさい。恥ずかしがらずにやんなよ。いつものようにやればいいの。すごい！ポンジ、偉い！そうっすか、お店の方が何かおっしゃいましたね。なんつったか、お店の前でしないでください。言ってた。あ、じゃあそろそろちょっと緩やかに、緩やかにした方がいいかもしれないな。2つ。えのき。はい。えのきそう。さすがに何か起こりそうな気がしたんだ、これ。すいません。お会計。お会計だな。じゃあ、しいたけも買う。しいたけ。しいたけ。仲良しになってね。はい。じゃあ、これで、さすがにハイヒール鍋はな。あとお金は2415円。はい、お金2415円。お金あ、1号線。はい、かけも12個だし。お金は、いや、そのお金がなかなか見つかんないね。これ今度カムちゃん叱って犬に調教しよう。犬それでね、本日のお金を取り出して加えさせる。もうじゃあもうこれでもう、もう財布が見つからないの。本当にもう間抜けなんだから。調教が必要ならもうお前は犬、今から犬でワンと鳴け、ワンと鳴いてみろ。ほら鳴くんだワンと。ほらこれ加えて、でちゃんと支払いして。だらしないんだから。3000円。すいません。すいません。ほら早く持って。花火出ちゃったよ。ほら早く持っていくわ。あと仲良くしてね。もうこの後仲良く仲良く。この後仲良く。ありがとうございました。急速に仲良くね。ありがとうございました。もう怒られちゃいました。怒られちゃいました。やっぱり何、俺なんか本日褒めてた時に何、お店の人がお店の前はちょっと捨てたの。そうそう、ありがとう。でいくつぐらいの人なの？60超えてると思うんですけど。おばちゃんでしょ。ハイヒールはダメってなんか勢いつけ出したんで、うんうん、そしたらいつものように親父とか言うから、そしたら
お母さん来てちょっとお店の前でそういうことはやめてくださいそりゃそうだよやんなかったもんね、やんなかった、すいませんってだもんな、何がだ、俺誰に似た感じのおばちゃんなの、うん、山岡久野さんみたいな、あそんな感じなんだ、じゃあ怒ったら握力ありそうだ、そう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 、きっとね、きっと、いや本日はなんかそういうなんかでもね、うますぎるよな、謎っ気がある男性リスナーはね今たまんなかったと思う、みんなあのラジオ聞きながらわってカノちゃんと一緒に声出してた、絶対言ってた、いや思うんですね、あのじゃあ今度あの本人に調教された男の人ちょっと、集合かけてみようかね、しかもねお母さんがね、人参なんか入れてる鍋食べたことないよって爆笑してました、笑ってたの、笑ってたの、おばさん笑ってたのもうね手で口押さえてね、今本人が静かなんだけどいるのそばに、本人、はい、よかった、喋っていいんですかね、本人、お前また頼むよ、今度あの調教好きな男集合で本日いよいよあのみんなの前で姿を現すみたいなのやりたいから、いやもうちょっと本当、え、あ、いや、はいということで、どうもどうもご苦労でした、カノちゃんと本日でした、どうもどうも